ライオンの縦紙、ライオンの縦紙、ザ・アドベンチャー・オブ・ザ・ライオン・エス・マネは、イギリスの小説家、アーサー・コナンド・イルによる短編小説、シャーロック・ホームズシリーズの一つで56ある短編小説のうち53番目に発表された作品である。イギリスのストランド・マガジン1926年12月号、アメリカのリバティ1926年11月27日号に、 発表。1927年発行の第5短編集、シャーロック・ホームズの事件簿、ザ・ケース、ブック・オブ・シャーロック・ホームズに収録された。白面の兵士とこの作品は、ホームズの一人称で書かれており、ジョン・ H ・ワットスンは同情しない。その理由は、白面の兵士を参照。シャーロック・ホームズは探偵業を引退して、ロンドンを去り、 サセックスの海辺の一軒家で家族である古くからいる、家政婦と飼っているすがる、書物に囲まれた静かな生活を送っている。1907年7月末の暴風雨の後、事件が向こうから飛び込んでくる形で発生する。その朝、ホームズが懇意にしている人物で、近くで学校を運営しているハロールド・スタックハースト、氏と出会う。スタックハースト氏は、 近くの海岸へ泳ぎに行くところで、先に、マクファーソン青年が行っているはずだと言った。海岸に行くと、マクファーソンがよろめきながら歩いてきて、ばったりと倒れてしまった。すでに死に瀕していたが、死の間際に、ライオンのがみという言葉を残す。彼の体には、細いムチか焼けた金網で打たれたような耳ズバレの跡が、残っていた。 そこへ、スタックハースト氏の学校の数学教師のイアン・マードックが来たので、ホームズたちは、マードック氏に警察を呼ぶように頼む。ホームズは海岸に他の人物がいないのを確認し、海岸にマクファーソンのタオルがまだ乾いたまま置いてあるのを見つける。マクファーソンは、水に入る前か、少なくとも体を拭く前に何者かに襲われたのだとホームズは、推理する。その夕方、 マクファーソンの恋人が家族と住むヘイブン層にホームズとスタックハーストは向かうが、そこでマードックと鉢合わせする。スタックハースト氏はマードックを問い詰めるが、マードックは怒って学校を出て行くことになってしまう。ホームズはマクファーソンの恋人だったモードベラミー城に話を聞く。ベラミー城とマクファーソンはすでに結婚を約束していて、今夜浜辺で会うことを約束していたという。 また、他の男たちもベラミー以上に思いを寄せていたことを認め、その中にマードックがいたことも認めた。警察はマードックをマクハーソン殺しの容疑者として追及するが、ホームズは犯人はマードックでないという。その時、ホームズの家に、当のマードックが瀕死の状態でよろめきながら、スタックハースト氏に連れられて入ってきた。スタックハースト氏によると、浜辺で、 マードックが苦しんでいるのを発見して何とか、ここまで連れてきた、危うくマクファーソンの二の舞だったという。マードックは、ブランデーと、応急治療の代あって何とか持ち直したが、その体には、マクファーソンと同じように、すさまじい耳ずばれの跡があ。ホームズは、バードール警部を連れて海岸へ行き、今回の事件の真犯人である、ライオンのたてがみの正体、すなわち猛毒を持ち人を刺す。 サイアネアクラゲを見せる。川にあった岩でクラゲを退治し、マードックらに事件の真相、そしてサイアネアクラゲの特徴を説明する。ホームズによると、マクファーソンの遺体が水中で発見されたならすぐに、犯人が分かった自らの失態を恥じる。その後、マードックとスタックハースト氏は和解し、仲良く学校に帰っていき、ホームズはバードル警部に、もう少しでこのサイアネアカピラータに、 警視庁に代わって、あだを取れるところでしたよ。と警部に言うのだった。この作品内で、ライオンの縦紙、サイアネアクラゲと呼称される学名、サイアネアカピラータとされるクラゲは、一部では空想の動物と言われているが実在し、イギリス西岸から南西部、南部の海岸でよく見かけられる。最大のものでは幅約1.8メートル、足までを含めた体長は、 約60メートルにも及ぶとされ、刺されると激痛が走り、場合によっては病院で治療を受ける必要も出てくるとされ、また、ホームズからは主に化け物と呼ばれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。